は新潟駅前にやってきました。そしてこのロケはですね、好調のサッカーアルビレックス新潟のこの方と行っていきたいと思います。お願いします。どうもこんにちは。ロケ芸人、あ、芸人じゃない、ロケプロサッカー選手千葉和彦です。よろしくお願いします。お願いします、はい、好調サッカーアルビレックス新潟を支える千葉和彦選手、2005年にアルビレックス新潟に加入、その後プロとしてキャリアを重ねて昨シーズンから再び新潟に。そんな千葉選手と新潟の街を巡ります。題して千葉ウォーク。今回はですね、千葉選手が間もなくお誕生日を迎えられるということと、はい、あとは先日 J 通算400試合を達成されましたので、そうですね、気がつけば400試合、はい、あっという間でした、はい、お祝いとして私がおもてなしロケをさせていただきます。ありがとうございます。ダブルのお祝いということで、はい、いや楽しみだな今日は。新潟の初ロケなんで、初なんです僕、はい、街ロケなんですんごい楽しみにしてます。参りましょう、はい、こっちかな、面白い匂いするのは。ということでまずは新潟駅前にある一つ目のおもてなしポイントへ向かいます。なんか新潟駅前も結構景色とか変わりました、はい、だいぶ変わりましたよ、もうだいぶ新しくなってきて ね近代的と言いますか、はい、そんな感じに変わってきますよ ね、はい、ちなみに、はい、夕方の時間帯に放送している新潟一番はご覧になったりしますか、はい、まあ、がっつりは見ないですけども、はい、サラサラっとね夕方のニュース番組は見てるので、はい、嬉しい、存在は存じておりますよ。存在は、はい、うちの奥さんも料理夕飯の準備しながらサラッと見てるイメージありますよ。本当ですか、はい、嬉しい。いうところでですね、はい、今日まずご案内したいところが見えてきました。お、はい、千葉選手、はい、あの好きな食べ物がおにぎり、はい、おにぎり大好物ですよ、伺ってるんですけど、はい、その新潟の美味しいおにぎりを食べられるお店を、最高じゃないですか、はい、まずご紹介したいと思います、はい、こちらです。おにぎり専科ぬくもり屋さんです。こんなとこにあったの。そうなんですよ、新潟駅前にあるおにぎり専科ぬくもり屋、目の前でおにぎりを握ってくれるスタイルが人気のおにぎり専門店。まずは千葉選手の大好物でおもてなしします。千葉選手、例えばどんな具が好きとかありますか。一番は寿司粉、はい、お、鮭、そして昆布、この3つですね。金銀銅。千葉さん、はい、全部あります。全部あります。全部あります。番組入った瞬間、はい、いきなり筋子、やっぱ筋子に目いきますね。いきますよね。筋子あったんで安堵しました僕。はい。いやでもそれ以外にもすごい美味しそうなね、具がいっぱいあるんですよ。そうなんですよ、はい。今日はやっぱりお誕生日のお祝いということで、一つ特別なメニューをご用意いただいています。でしょ？ケーキ？はい、いやどうでしょうね。ではお願いしてもよろしいでしょうか。はい、お待ちします。お誕生日のお祝いにふさわしいおにぎりとは一体？これすごいな。おにぎりピラミッドになります。おにぎりピラミッド、すごい。なんかお客様みたい。いやすごい。すごい。何個あるんですかこれ？おにぎりピラミッド。これ全部で21種類。21種類。寿司粉あります？絶対あるけどたどり着くかな。はい、じゃあまず一番上からじゃあ。おトップは。いただきます。これは高菜かな？はい、高菜ですね。高菜。いただきます。はい。うん。うん。あの、美味しいです。あれ？美味しいです。結構小ぶりなんで、いけますね。意外と。あと僕、筋子す、見つけちゃった。見つけました、見つけちゃった。見つけちゃった。早速行きたいと思います、筋子。筋子ちゃん。美味しかった、ナンバーワンだよ。一番美味しいやつ、うまい。新潟のお米って違います？いや全然違いますね。あの昔の写真見ると、はい、めちゃくちゃ僕太ってたんですけども、顔パンパンだったんですけども、理由分かりました。ご飯美味しいからです。食べ過ぎちゃうもん。それは太るよって。食べ過ぎちゃう。はい。新潟に戻っていらして2年目になりますね、はいはい、仲のいい選手とかっているんですか？あのやっぱ家庭持ってる選手とは仲がいいですかね。家族ぐるみでな付き合いとかありますんで、マイケル選手とか高木選手とか哲也選手はすごい子供同士も仲いいですし、はい、結構お子さんとの時間多く取れていらっしゃるんですね。そうですね、はい、あの子供中心なんで本当に新潟を空いてくれているようで、はい、本当毎日楽しく過ごしている様子なので、それ嬉しいですね、親として。ここまでの千葉選手のベストゲーム、ベストプレ
やっぱボーリングじゃないですか、ベストプレーは。やっぱあのベルディ戦のあの試合展開の後に、やっぱボーリングパフォーマンス決める僕なかなかいないんじゃないですかね。ベストプレーだと思います。あれって千葉選手が考えて指示してらっしゃる、はい、そうです、僕の独断と偏見で勝手にやってるパフォーマンスで、ぜひあのパフォーマンス、あのアイディアある方 SNS で僕の方に DM 送ってください。お願いします。採用されるかもしれない。採用されるかもしれないです。はい、ベストゲームの方はいかがでしょう。ホームの試合はね、本当にどの試合もベストゲームに近いゲームできてると思いますね、うん、特にサポーターの方がたくさん入っていただいた中で、毎試合ベストゲームみんな狙ってプレーしてると思います。はい、勝ってね、みんなパフォーマンスやりたいですね。バッチリ決めたいです、はい、千葉選手、こちら楽しんでいただけましたでしょうか。いや最高です。筋子も食べれましたし、お腹いっぱいです。ただですね、今日もう一箇所お連れしたいところがありまして。え、まだお時間大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。あ、よかった、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう、はい、大好物のおにぎりにご満悦の千葉選手と、続いて向かったのは古町エリア、2つ目のおもてなしスポットを目指します。今度は信濃川を渡って古町の方にやってまいりました、はいはい、古町にご興味がすごくあるとお聞きしていて。そうですね、はい、ちょっと一本道入るとこういうちょっと町屋というか、ね、昔ながらの建物が数多くあって、はい、見ることあるんですけども、うん、実際に足運んだことがないので、なんかどうなってんのかなとかすごい興味があって、で古町って行ったんですけども、今日はですね、はい、古町の加害文化を体験できるような場所に、いいですね、ぜひお連れしたいなと思ってまして、はい、こちらです。これまた風情のある、はい、風情がありますよね、はい、旧宮古さんの建物を利用したリュートカフェです、カフェ、はい、おしゃれ。古町鍋茶屋通りにあるリュートカフェ、かつてのお座敷の一部をそのまま使っていて、平日は古町芸妓さんがおもてなしをしてくれるんです。加害新潟の魅力を気軽に体感することができます。そんなリュートカフェで日高アナが千葉選手のために用意したおもてなしとは。2階のこちらのお部屋になります。はい、失礼して、はい、失礼します。いらっしゃいませ。お待ちしてました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。千葉選手、今日は芸妓さんたちと触れ合っていただきます、はい、いいんですか、はい、こんなペーペーな私がこんな敷居の高い、初めてなんですね千葉選手。初めてですね、はい、芸妓さんとお会いするのが。テレビとかね、映画とかではね、うん、拝見したことありますけども、実際こう生でお会いする機会はないですから、はい、いや本当に今日楽しみですね。はい、早速前の方お願いしてもよろしいですか。はい、準備に移らせていただきます。ちょっと圧倒されましたね、うん、あの1曲目と2曲目ちょっと曲調が違って、うん、なんか2つの表情を見れたようで、すごい歴史を感じる瞬間でしたね、はい、よかったです、楽しんでいただけて、はい、ここで芸妓さんとお座敷遊びの定番タルケンに挑戦することに。ちょっとやってみようかな。はい、それお前さん。なるほどなるほど。芸妓さんの舞を見せていただいて、改めていかがでしたか。いや本当に何度も言いますけど、はい、なかなか経験することができないのでまた千葉和彦経験値上がりましたね、これでね、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。
さあ今日は千葉選手のお誕生日と400試合達成のお祝いのロケでしたけど、はい、新潟の魅力改めて感じていただけましたでしょうか。いや今日一日最高でしたね。僕の大好物の荻、そして芸妓さんと普段お会いすることのできない雰囲気を感じれましたので、はい、最高な一日になりましたよ。あ、よかったです、はい、千葉選手37歳になるわけですけれども、はい、こう何か抱負とかってありますか。まあ、自分の目標として一日一日成長したいなっていう思いがありますんで、その延長上にまたこの1年があると思いますんで、サッカーも成長していきたいですし、また新たなね新潟の魅力も発見できたらなと思います。皆さんの熱い応援ビシビシ毎試合届いております。皆さんと一緒に最後笑顔で終われるシーズンにしたいと思いますんで、残り半分一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。次回ぜひよろしくお願いします。そう言っていただけると心が軽くなります、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。